下になればなるほど人数は多いというのも分かっておくといいかなと。要はブログをすごく活用しているところの事例なんですけど、多分知ってる人多いと思うんですけど、システムじゃない、ウェブ開発会社、ウェブデザイン屋さんなんです。で、もともと普通のウェブ屋だったんですけど、ブログで技術情報をたくさん流し始めたんですね。で、時折スパイスのようにアホなことを言っていく。その会社の独自性、こんなバカなこともやるし、こんな企画力もあるよっていうのをアピールしていく。でも8割ぐらいはフォトショップのこういう使い方だとか、サーバーの裏側をいかに、効率化させるかだとか、とにかくウェブとしての知識もたくさん載せていって、時折遊びを入れていくっていうような、オウンドメディア自社のブログを運営してるんですけど、昔はコンペでウェブ開発の受注をするのにいろんなところと競合して、で、要は向こうの予算とか求める部分だとかをバランス取って、営業が発注を取って受注してきて、でシステム担当が作っていくというような流れだったんですけど、今月間370万ページビューぐらいの直接ぐらいあるらしいんですけど、そこまで行ってくるとビッグにやってもらいたいな、ファンになってくるんですね、お客さん。それだけ情報の力って強くて、もう営業マンいらないんです。この会社はブログを書いてる人間たちが営業マンになっていって、営業になっていって、勝手にとまでは言わないけど、仕事がここにお願いしてやりたいっていうのが出てきて、本当に採用がすごく楽になった。ここで働きたい、独自性が高いって、ここだったらこういうことできるんじゃないかって勝手に期待を持って、来てくるとか、そういうような話はよくしてくる。で、これちょっと、ここじゃあれですけど、一応リンクとかも貼ってあるので、後でブログ見てもらって、ご自身で見てもらってどう判断するかだと思います。好き嫌いは分かるけど、一つの答えとしてはあるかなと思います。で、2つ目、俺僕が絡んでる松竹のサイトなんですけど、もともとはやっぱり公式に近い、純公式なので硬かったんです。硬いというか、まあ、必要な情報だけを淡々と流していた。で、必要な情報って何かっていうと、映画情報、いついつ復帰ですよとか、どこどこの映画館でこんな試写会やってますよとか、まあどこ見ても載ってる内容ばかりで、まあ見ないですよ、ヤフー映画見ないんですからっていう話で、やっぱりアクセス数も弱かったし、検索からも来ないしっていうのがありました。まあ松竹という名前がついてるんでまだいいんですけど、それを一般の素人が映画メディアやるときにこれと似たようなことやったらもう全滅というか、そもそも伸びませんとかあります。で、何をやったかっていうと3つに分けたんです。今までやったところ、速報系の記事っていうのは、まあ、そもそも必要なので載せていきます。これが今までやったところ。で、これにプラスしたのがお役立ち系、要は検索先の悩みだとか、その調べたい情報、能動的に取ってきたい層に対して、例えばどこどこの映画館のチケットの予約方法だとか、プラチナシートはこういう仕組みになってるよだとか、あとは映画館の近くの美味しい食事できるデートできると思うので、役立ち系の記事を増やしていってます今。なのでこれも後で見ていただくと分かるんですけど、去年の末ぐらいから僕ら入ってるんですけど、その前とその後の記事の質がちょっとずつ変わってきます。で、もちろん速報系も多いので、それは残ってるんですけど、こういう役立ち系の記事が増えてきてるっていうのが、多分一回見てもらうだけで分かると思う。そうすることによって、検索エンジンから引っかかってくる。あるいはシェア、もちろん速報系なんで、そっちはそっちでシェアされるんですけど、これは役に立つっていうからで、ツイート、ツイッ
ね、ツイートされたり、あの Facebook であのシェアされたりとかっていう、そういった副産物も出ています。で、3つ目やってるのが、あの読み物系、いわゆる平たくて映画評論家だとか、独自の意見を持ってる人たちの読ませる記事っていうのを今後増やしていく。今もちょっとずつ出てるんですけど、ここでファンをもう定期的に来てもらえる人を増やしていきましょうような動きをしている。さっきも言ったように問題っていうのがあって、そもそも PV 見えません、どうしたらいいですかって、いや分かんないんですよ。分かんないからいろんな仮説を立てて、あ、自社の Facebook ページからしか人来てないと、検索エンジン来てないと、なんでかなっていうと、速報系の記事っていうのは本当にどこにも載ってるし、その映画が封切りされたらもう誰も調べないから来ないんです。だからもう自転車操業的な運用だったのを、定期的に検索で人が来てくれるように補強していきましょう。で、来てくれる人も話さない仕組みを作りましょうというので、今このような段階で進めているので、もし機会があったら、見ていただけると面白いかなと。あ、まだまだすごく質は高くないっていうと、またいろんな語弊があるんですけど、あのいろんな実験がされているのが、ここ数ヶ月見ていただくと分かる。それで広告とか入るんですけど、私もしょこしょこさん1回休憩入れます。1時間ちょっと喋ったんですけど。わかりました、お任せします。はい、じゃあ一旦ここで今13分ぐらいなので20分から、やりたいと思いますので、もし質問とか個別にあればこの時間でも構わないですし、ちょっと休んでいただいて20分の前ぐらいにはお戻りいただければ。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。